公職文化会館は、長野県千曲市区伊勢下にある多目的ホールである。千曲市立公職図書館と同じ敷地内にある。平成2年7月14日、旧公職市の公職市総合文化会館として開館。旧公職市は、安津の里として知られる森地区を含んでいることから、通称は安津ホールと名付けられた。 同地はもともと文教施設用地として使われており、かつては、黒木学園羽生高等学校廃校の高地であり、羽生高等学校開校前は、旧クイセシ村立クイセシ小学校の高地であった。平成15年9月1日に、公職士が、さらしな郡城山田町、羽西名郡徳良町と合併し選挙区市になった、ことにより、現在の名称に変更した。 施設の通称と同じアンズホールとも呼ばれる大ホールはプロセニアム形式の舞台になっておりホール全体が円形状に曲線で統一され2階席の左右はホールを包み込むように配置された特徴的な構造となっている設計は足原義信音響設計は長田音響設計 建築デザイン専門月刊誌新建築1991年1月号で東京芸術劇場とともに公職誌総合文化会館として掲載された。ありがとうございます。